ファンディワン方面作戦は、フレンチ・インディアン戦争中、ボーセジュールトリデの戦いの後に、イギリスがアカディア人の追放を目的に展開した作戦である。この作戦は、シグネクトから始まり、グランプレ、リビオイコールカナール、ピジギ、コブキ、そして最終的にアナポリス・ロワイヤルに至った。1七百十年にポート・ロワイヤルの戦いが起き、それから十五年の間、 アカディア人はイギリスへの絶対的忠誠の正門への署名を拒み続け、ダートマス奇襲のようなイギリスに対抗する民兵の様々な活動を起こしていた。また、ルイブールやボーゼジュールといったフランスのトリデへの重要な補給業務についた。フレンチ・インディアン戦争の間、イギリスは彼らにとって脅威であるアカディアの兵力を無効にしようと努め、また、 追放されたアカディア人がルイブールへの補給船を維持するのを阻止しようとした。追放に先立ってイギリスはファンディワン近辺の兵器や船をアカディアから没収し、副官や聖職者を逮捕した。ジョン・ウィンスロー防世ジュール取りの戦いの後、アカディア人追放の最初の波がシュグネクトに押し寄せた。イギリス軍大佐、ロバート・モンクトンの指揮のもと、 1755年8月10日に、中佐のジョン・ウィンスローが、カンバーランドトリデニー無実のアカディア人の男400人を捕らえた。また、ローレンストリデニーと86人のアカディア人を投獄した。この数は、シグネクトのアカディア人の男の3分の1にも上り、それ以外は、町から逃げ出していった。投獄されたアカディア人たちは、 彼らを追放するための輸送船が来るまで5区に繋がれていた。彼らの祭子も共に追放された。追放が始まってから約1ヶ月後の9月2日、フランス軍首脳のシャルル・デシャンド・ボワ・シェベール・イドラフェトがミクマク族とアカディア人による抵抗運動を起こした。このプティクーリ役の戦いでイギリスに干渉したほぼ1月後の10月1日、ローレンス砦のアカディア人の捕虜が脱走した。 その中には、ジョゼフ・ブルッサールもいた。10月13日、8隻の輸送船団が、1782人にも、なる捕虜を乗せ、3隻のイギリス軍艦に護衛されて、シグネクト1を後にした。シグネクトのアカディア人は最も反逆精神に富むと考えられており、結果、彼らは、アカディアから最も遠いサウスカロライナやジョージアに、送られた。モンプトンは、 彼らを追放するとすぐに戻ってくるのを阻止するためにアカデアの集落を焼いた。11月15日、イギリス軍士官のジョン・トマスが、教会や他の97の家屋、建物を破壊する一家庭として、テンタトマールの集落に火をつけた。1755年8月15日、モンクトンの命令で、タ尉イのトマス・ルイス、アビジャー・ウィラードと250人の部隊が、 小武器の二つの集落を破壊し始めた。タタマガッチとレムシェグである。イギリス軍はアカディア人追放にあたって最初に三つの集落を破壊することにしていた。その三集落がアカディアからルイブールへの家畜や農作物の補給経路となっていたからである。この目的のためにウィラードはタタマガッチの男たちをあるアカディア人の家に集め、 たたまがっちのすべての大砲を没収したのを確かめた、あと、男たちに、お前たちを捕虜として連行すると告げた。そして直ちに、アカデアから、ルイブールに向けて船積みされていた家畜を殺し、農作物を処分した。8月16日、ルイスは12軒の民家と礼拝堂に火を放ち、さらに8月17日の早朝に、民家4軒と納屋をいくつか燃やした。 ルイスと40人の兵はレムシェグに向かい、3家族を補修して建物をいくつか燃やした。8月26日、ルイスはカンバーランド砦に捕虜となったアカディアの男たちと戻った。女や子供たちがどうなったのかは不明である。9月11日、ルイスはカンバーランド砦から小武器の残りの民家や建物を破壊するため発見された。この地の一部は 現在のノバスコシア州トゥルーロで、さらに小吹器湾南岸のプティトリビエ、北岸のファイブアイランズにまで渡っていた。ルイスは他の小吹の地域には人がいないことに気づいた。ノエルドワロンのような、この地域の住民の大部分がすでに過去5年の間に農場を立ちのいて、サンジャン島へと向かっていたのだった。ルイスは9月23日から9月29日に、 かけて、この片田舎の地域に火をつけて回った。グランプレイのアカディア人追放グランプレイの追放記念日アカディア人たちがシグネクトで捕虜となった8日後の1755年8月18日、ジョン・ウィンスローがグランプレイに315人の兵を連れて到着した。ウィンスローは教会に本部を置き、9月5日、この中にグランプレイの 10歳以上の418人のアカデア人の男と少年を収容した。彼らは予期せぬ捕虜生活を5週間にわたって強いられた。ウィンスローは彼らに個人的な持ち物はイギリス王権のもとに没収すること、船が突き次第、彼らとその家族は追放されることを伝えた。妻たちは捕虜と舞台の食事と着替えの面倒を見るように命令された。 最初の補修から6日の後、アカディア人の反撃を恐れたウィンスローは、捕虜のうち230人を船に乗せ、追放まで船の中で待たせた。10月13日、2000人以上のアカディア人が5隻の輸送船に分乗した。船が出ると同時に、ウィンスローは彼らが戻ってこないように集落に火をつけた。ウィンスローの記録によれば、グランプレを取り巻く集落の276の名や、 255の民家、11の製粉所そして1つのマスハウスを焼いたとある。ウィンスローがグランプレ住民追放命令を読み上げていた同じ頃、9月5日の午後3時、大尉のアレクサンダー・マレーも、自らがエドワード取り出で投獄した、アカディアの男183人に命令書を読み上げていた。10月20日には、アカディア人920人がピジキから4隻の、 輸送船に分乗した。隣のグランプレとは違い、ピジキの建物や家屋は焼かれることはなかった。その結果、ニューイングランドから入植者がやってきた時には、家もナヤもアカディア人がいた時そのままの状態だった。1757年の4月、アカディア人とミクマク族の一団が、エドワードトリで近くの倉庫を襲い、13人のイギリス人兵士を殺して、 彼らが持てるだけの物資を盗み出した後、倉庫に火をつけた数日後、同じイギリス人民兵がやはりカンバーランド砦で襲撃された。捕虜として生活している間、アカディア人たちはニューイングランドからの入植者の農地づくりを手伝わされた。フレンチ・インディアン戦争が終わった時彼らはイギリス人の下で暮らし、働くよりも、 現在のニューブランズウィックやサンピエールミクロンで彼らの同胞と共に入植する方を選んだ。イギリス軍少佐のジョンハンドフィールドはアナポリスロイヤルでのアカディア人追放の責任者だった。この地域での追放はなかなか進まなかったが、ついに1755年の12月8日、軍艦3隻に護衛された7隻の船に乗り込んだ。この時追放を逃れたアカディア人は300人と言われている。 12月8日に出港した船には32のアカディア人家族計225人が捕虜としてイギリスンペ天ブロークに乗っていた。この船はノースカロライナに向かっていたがアカディア人たちはこの船を乗っ取った。ボーベアル島1756年2月8日アカディア人たちはセントジョン川をできる限り遠くまで登っていった。そして上陸しその船に火を放った。 マリシート族の一団が彼らを川の上流の方へと案内した。そこには大規模なアカディアの共同体があった。マリシート兵は彼らを流浪中のアカディア人のためのボーベアル島にあるボアシェベールの難民キャンプの一つに連れて行った。何組かのアカディア人家族はさらにアナポリス川を遡ってボーデンの近くのノースマウンテンの森に行った。冬のことで 多くの死者が出、春に、ミクモウ族の一団が、生き残った、アカディア人と共にファンディワンを横切って、シグネクト岬の難民の入り江に行き、そこから、ニューブランズウィークの奥地へと進んで行った。最初の追放を逃れた、アカディア人は、約50人から60人で、ノバスコシア南西部を含むケープサーブル地域へと逃げて行ったと言われる。ここを拠点に、彼らは、 ルーネンバーグでの多くの奇襲に参加した。この作戦が終わるまでに7000人以上のアカディア人がニューイングランドに追放された。追放が決まった1755年の翌年からフランス人、インディアン、そしてアカディア人が4年間にわたってイギリスに、例えばルーネンバーグ奇襲などのゲリラ戦を仕掛け続けた。ありがとうございます。